そう、珍しくね、船長、ディズニーランド自体、珍しくね、誘われていきましたと、数合わせの周り、やめてくださいよ、そんな言い方は。うい、久々に会いたいなみたいな感じで誘われたと思ってたんだが、数合わせだったん、マリンって。シグレウイ、そういうことを言うんだったらば、こっちも言っていいか、じゃあ、な、シグレウイの、エッチなイラストよく見てます。タイムラインに流れてくるんだもん、本人に言ったの。ウイママ、いつもさ、なんか、負けてるんだよね、気持ちよくないが、は、負けてないがって言いながら、負けてんだよねって。結果的にそうなったわな。でもみんな会いたがってたよ、とてもとても。シグレウイが、は、負けてないがって言いながら負けてるイラスト描こうか、マリンが。シグレウイ、戦うか、やるか、おい。描くからな、マリンは。エッチなやつ。お、なんかちょっと来てる。描いて今日はね、なんか逆突配信をするらしくて、で、船長もお呼ばれしたんすよ。まあ、せっかくだから誕生日プレゼントとかあった方がいいのかなーとか思って、催眠で行かせていただきたいなと思っています。軽くラフを作ってみたんですが、こんな感じでね。ウィー、ウィーちゃん、まさか催眠なんてかかるわけないよね。わら。これに対するシグレウィーの返しをそのままここに。ちょっと返事を待つか。かかるわけないがだって。ちょっとでけえ。何でしょう、まくる、めくる、めくってほしいな。ウイからセリフを引き出すか、直接。きれい。かけようかと思います。あ、いやー、しぐれウイ、お誕生日おめでとう。ありがとう。プレゼントを for you しますね、今。あ、ほんと、見たい見たい。え、さっきは、あの、約束していた即落ち2コマしぐれういを書かせていただきました。マジか、約束したっけな。皆さんに見ていただこうかと思います。いや、それにしてもういは可愛いな。可愛いな。絵が上手いからコメントしづらい。え、コメントしづらいですか。え、でもちゃんとレギュレーションは守って、なんだこれって。え、ちょっとこれじゃあ、はい、僕がおっさんやるんで、ういちゃん、これセリフ読んでもらっても。あ、うんうん、ういちゃん、まさか催眠なんてかかるわけないよね。かかるわけないが。ういちゃん、スカートめくってほしいな。ね、きついって。なんで音読させられてんの。朗読劇でしょうが。きついって。いや、本人に聞くのやばすぎぬって。なんでよ、解像度高いでしょ。いや、マリンも答えますよ。思ったんだけど、マリンちゃんの即落ち2コマって難しいと思うんだよ、相当。え、何、最初から落ちてるから。そう、これどうしようかな。これここに置いとくと次から来る人がびっくりするので延期しておきますね。なんで、いいじゃん。びっくりするだろ、即落ち2コマおったら。いや、見せつけていこうよ。ウイの新しい、こんな姿もありますよと。これ、三重に来れば、ウイにこういうことできるよ。三重行きたい。お待たせ。待った。二次三次所属、公式美少女のアンジュ・カトリーナです。こんにちは。あ、こんにちは。誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。そんなアンジュさんにね、ちょっと見せなきゃいけないものがあって。はい。何ですか。これどう思います。しぐれういって、あれ、え、そういう、え、そんな、え、え、あ、これ可愛いですか。可愛くはない。いや、全然いける。いける。いや、さ、いや、あの、いや、ん、今何の指令を受けてます。ちょっと待って、え、何。宝生マリンが書いた即落ち2コマなんですけど。次の人に見せろって言われたんで見せました。友達の即落ち2コマを書くな。エミーとミコのさくらミコでーす。あー、ミコちゃん。ちょっとこれを見ていただきたいんですけど。なんか見えるな。なんか、え、これってうちのホロライブのマリンが。これ、わかる？やってたやつですよね。あ、これ、はい、わかりますよ。どう思う？
どう思う？かわいい？うん。あなたの同僚がこんなことをねしてきたんで、ちょっと見せようかなと思って。あ、すいませんね、うちの宝生マリンが。大変申し訳ございませんね。そう、三重県に来ると、このおさこちにこまができるんですけど。うん、あ、そうなの、ね、そんなさ、ういままあの、カモンカモンな感じなの？いや、ちゃ、言わなきゃいけない感じになって、ちょっとね。あ、うん、三重行くよ、全然三重。ほんとに？まあ、正直私、東京にいるんですけど。ん？え？なんだこいつ。お邪魔します、リゼヘレスタです。あ、リゼさんこんにちは。こんにちは、お呼びいただきましてありがとうございます。セクハラしても大丈夫な人です。ん？これあのどう思いますか？え？あ、ダメかも。不経済かもしれない。あ、先生。違うんです、違うんです。あの、私、誕生日って聞いてお祝いできればって。あれ、どういう。可愛いですよね。可愛い、可愛いです。可愛いですよね。はい、可愛い。よかったよかった。わかります、これ。わかりますって何？え、これなドッキリなんか。これちょっとこれを人に見せなきゃいけないというミッションがありまして。え、誰からそんな枷をかけられてる？これ宝生マリンが書いたんですけど。あー、上手、すごい。シンプルに。それはあの催眠状態のしぐれういに言ってほしいセリフってありますか？じゃあぜひチャットでお送りください。ちょっと待っててくださいね、今高速でタイピングします。ウィビーム。カッコの中見てください。この中全力で可愛く元気に。今のどうでした？え、可愛くなかった？アリゼさん。めっちゃ可愛かったです。元気じゃなかった？アリゼさん。いや、元気だったかもな。あれ、ちょろいな。よしよし。